それじゃあ触っていきたいと思います。まずコンポーネントが何やかよく分かってないんだよね。ビームエレメント、バウンダリー、メッシュエレメント、スプリングエレメント、セクション、ロードはフロアロード、ポイントロード、プレッシャーロード、フロミロード、アセンブルはアセンブルね。サンプル1お全然わからない。あーなるほどなるほど、なんかよく画像で見たことがあるような気がする。円形のやつこれも、もう断面入力セクション、バーターリスト、マージしてこれも、もういざサンプル見ちゃうとデカすぎてよくわかんなくなっちゃうから、グルー、断面入力、パス、セクション、コラボ、Cシャープでなんか作るスクリプトコンポーネントエクセル。はい。ジオメトリー生成。本当じゃないですか。基準となる楕円の生成。ラディアス1、ラディアス2。なるほど、でオフセットしてるね。お、オールドになってるぞ。これ、ライナ5で作ったのかな。おー、選択できるようになってる。固定、固定。あー、すごい。境界条件指定できる。まあいいや、一個一個確認していこう。まずは EL 関係なし。ジオメトリの中身から確認していって。なるほど。ポイントで、楕円を作って、オフセットして、楕円の分割はディバイドカーブでやっていて、で、三重分割してて、レング数を持ってきたので、ゼロを引いてシリーズアイテム、これをマージしてフラットで境界条件バウンダリーポイントがカラ
ランパ的なものを感じるけど、まあこれしかやり方ないんだよな。ジオメトリー理解した。ジオメトリーはだいたい理解したから、これはもう消しちゃって、イールの方を、これをこうしてビームエレメント、こっちからこれ何の色が変わるんだ。もうそうでした、もうダメだ、なんかよくわかんない。ディスプレイ、これ、バウンダリー、あ、これ固定条件の公開条件、プレッシャーロード、ユアロード、ユニロード、ポイントロード、バウンダリー、サポートはサポートが消える。ノードナンバーはノードナンバーが出る。エレメントナンバー、エレメントナンバーが出る。ここら辺を挿していきます。マテリアルナンバーは SSSS グリッドマンみたいな SSSS は材料指定はこれか、マテリアルネーム、マテリアルナンバーになってる、名前が出てくるかな。柱、名前変えたらどうなるの？セクション、マテリアルリスト、マテリアルリスト SSSS、 3D カリファイルバイオンコンクリート FC サイト、ユーザー WP、これ定義してない材料を選ぶこと、どうなってるんだ、コーディナー、なんて言ってるか分かんない、ロード、ロードはサーフェスでいく、なんか重たくなった、サーフェスだから、レンダーをレンダーするとこうレンダーリングされる、これ分かりやすい、セクションナンバーは、セクションナンバー101と101、エレメントネーム、エレメントネーム、
ポテポテエレメントネーム101。バグっぽいのは見えました。あ、インデックス範囲を超えています。フチじゃないかな。なんかエラーが出てる。メッセージ。なんかメモしとくか、エラーっぽい。これでテキストドキュメントが開いて、サブトラクションが古い。サノフさんのコンポーネントが古い。開発は。ライブファイブ。このエラー、たまにこのエラーで。X3 を超えています。負ではない値がコレクションサイズは小さくなっています。このエラー自分が開発しているとも出てたんだけど、自分のやつが悪さしてるのか。
かを入れると赤になる。いろいろ作ったエレメントなんだけど、エレメントはエレメントだから全部貼り寄せるんだなぁ。コフラグ。ヘルプ。あ、ヘルプが、ヘルプが全然わからない。マテリアルといえばマテリアルネームしか書いてない。アウトプットパラメータ、あ、エレメントがジェネリックデータで販売する。これって担当マニュアルを読まないでやってるからよくわからない。こっちはなんかテキストで入る。これは何分かに入ってる。入ってるよ。あ、これはちょっと。あ、キーボックスだ。入ってる。あれ、これじゃなかった。あ、プラチック。ワークフロー。エクセルリーダー、エクセルライト。そこそこエクセル入ってない。ちょっと待ってね、して。マイダスを呼び出して、ああ違う、外部ファイル。マイダスで読み込みを押してみて、一応それっぽい感じで読み込まれてそうな感じがある。どういう感じで吐き出されて999番定義されている。あー、なるほど。内側で材料を定義しないで材料室で作ると部屋99番に出るわけ。そういうこと。
で、マテリアルネームが AAA っていう何も定義してないやつにすると、定義されてないかな。材料はちゃんと出てる。99番定義されているので、なんか断面すげえいっぱい出てる。33で出力してるから FC33 で、まあ、W ってやつは1111122222って、おう、なるほど、こういうことか。ポアソン比が1を超えてたもんな。エラーを吐かなくてそのままなりに出力されるっていう感じなんで、単位がよくわかんない。マテリアルリスト、コマンドはデータを出力しません。あ、ワーニング、ポアソン比が 0.5 以上ですと出てくるんだな。意外とマイナス真面目なこと。ワーニングインライン291。このコマンドはデータを必要としません。断面がすごいいっぱい出てるのは、ここで定義されてる断面が全部必要されてる。
サポートなくても入っちゃう。サポートのコンポーネントから出力されるとサポートになっちゃう。意識してる感がある。シェルみたいなやつ。サーフェスに入ってる。サーフェスしてる。バウンダリーサーフェス。サーフェス。ビッサーフェス。頑張ってウィッグウェイを作ってみる。
嬉しいですね。あ、重複した分これで消してるんだ。サンプルさんの中身はこれなんだ。似た要素に入れて、圧力荷重に音が出力されない。必ずしも全部が全部出力されるわけじゃないのかな。シェルを生成しちゃう。
やつがいて、あっちでライブどこに入るか、メタホッパーのバッチのライブワイプダウンセクションパラメータセレクト、あーすごいマイナス感があるな。カラー指定しないとデフォルトの色みたいな。どっち？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 なんでこれ色変わる？分かった。こんなもんで終わります。